サイクル小学5年生出席番号13番の鈴木もかです。よろしくお願いします。はい、出席番号36番食いしん坊の23番でした、すいません。23番食いしん坊の春野瑞希です。可愛い系チームリーダーです。よろしくお願いします。I'm not afraid.
Yeah!
Thank you.
次で、最後の曲になります、楽しいよね、楽しいですよ、本当に楽しんで音楽させていただいております。ありがとう。本当に、ね、皆さんがあってこそこうやってステージに立たせてもらって楽しませてもらえるんですけども、誰かに伝える曲、音楽で何かできないかなと思って作った曲があります。ぬくもりという曲です。今年はね、東日本大震災ありまして、例えば現地に行って元気な僕らがこうニャンニャン歌って元気づけると なんか違う気がして、なんかここ九州、福岡、博多から何かできないか、じゃあ音楽でエールを送ってみんなで元気飛ばそうぜ、そしてね、ビビったるものでもチャリティーをしてさ、何か力になれたらいいなと思って考えたら曲ができました。このぬくもりという曲は1曲、1曲でぬくもり、オルゴールバージョン、ピアノバージョン、カラオケが入ってて500円で売ってます。でその 10% が、西日本民生事業団を通して、この被災地のチャリティーの方に回させていただく運びになっております。いろんなエピソードがあって、ま
忘れたくないなと、みんな逃げてって1週間叫び続けて、1週間叫び続けてじゃない、叫び続けて1週間後にね、亡くなった人、そんな人を忘れたくないなと思って、そういう思いも込めて作りました。皆さんの心に届いてくれたら幸いです。聴いてください、ぬくもり。Today
ンズファンズです。ありがとう、ありがとう。この後筑紫の4モールで2ステージやって、その後筑紫の4モールの25というところライブハウスで2ステージあります。追っかけてきてください。そして明日もこのステージ立たせていただきますので、ぜひぜひ都合がつけば来てください。